皆の者、静粛に、静粛に。まずは急な召集に応じてくれたことに深く感謝しよう。今日これからする話はシャーレアンの今後、いや世界の今後にまつわる重大なもの。ゆえにあえて古き議会の在り方にのっとり、できる限り全ての市民に集まってもらったのだ。近頃国外においてテロホロイと名乗る集団が騒ぎを起こしているのを耳にした者もいるだろう。それ自体は人の世にありふれた騒乱に過ぎない。しかし彼らが終末という言葉を用いたことで、哲学者議会は警戒を強めていたのだ。我々はかつて去るお方から予言を預かった。終末の最悪を招かんとする者、地に名を馳せしとき、真なる終末が天より注ぎて星を喰らわん。聞いたことのない予言だ。不吉だわ。災いを暗示しているのかしら。まあ待て、具体的に話したいところだが、そのためにはまず我々にかけられた魔法を解かねばならん。我らの子供の葉を覆う者よ、消えたまえ。今しめはことごとく解けよ。これでようやく我々が抱えてきた使命を明らかにできる。あとは頼めるかね。承知しました。遡ることおよそ270年前、我らが祖先は定地ドラバニアにて星海探索を敢行した。それについては皆も知るところだろう。だがその真なる成果は議会によって被されてきた。彼らは探索の最中で開口したのだ。星の医師ハイデリンに。
ハイデリンは我らの祖先に先の予言を、星を終焉に導くような最悪が訪れる可能性を示唆し、同時に一つの救いを提示した。月は巨大な船であると。そこに地上の生命を運び、新天地を目指すように教えたのだ。さながら箱舟によって大洪水による破滅を逃れた我らが始祖ニュンクレフのように。事実、月にはハイデリンの要する協力者がおり、我々は幾度か彼らと交信を行ってきた。もって予言を事実になりうるものだと確信した我らは、この国を発展させると同時に月へと運び出すべき知恵を収集してきたのだ。それを今明かしたということは、まさかその最悪の到来が近いのですか？月の協力者から時来たれりの信号があった。もはやいつ星が終焉を迎えてもおかしくない。よって我らはこれよりこの星からの大撤収を行う。本計画を主導するのは、帝地ドラバニアからの大撤収でも手腕を振るった彼、フルシュノ氏だ。知恵ある者よ、賢き同胞よ、これから起こる未曾有の危機は未だかつてないほど世界を混乱に陥れるだろう。故にこそ我らシャーレアンの民は、冷静によどみなく世界の救済に向けて進まなければならない。断言しよう、我らの英知はそれを果たすに足るものだと。皆が良き船員となり、凛々しきニュンクレフとなるのだ。必ずやこの荒波を乗り越え、最悪後の新時代を共に生きよう。具体的な方策は追って各機関より伝達する。焦らずに普段の仕事を維持しつつ指示に従ってほしい。では解散。アルフィノ、この前お母様から言われたことを覚えてる？お父様が議員としての活動に心血を注ぐようになったのは私たちが生まれてからだって。その活動っていうのが星からの脱出計画を進めることなら、お父様が逃がしたかったのは。ああ、きっとそうだったのだろうね。すまない、少しだけ時間をもらってもいいだろうか。一言父と話してきたいんだ。ありがとう。ちゃんと伝えてくるよ。私も一緒に行くわ。伝えたいことは同じでしょうけど。
どうした？また逃げずに戦いとでも言いに来たのか？いいえ、私たちは哲学者議会の計画に反対はしません。逃げることを望む人を安全に逃がしてあげてほしい。月にはお父様もご存知のウリエンジがとどまっています。何かあれば彼がシャーレアンと月のクルーたちをつないでくれるでしょう。お前たちはどうするつもりだ？私たちは様々な土地を旅し、多くの文化や人に触れてきました。そこかしこに地図や書物で見るだけでは計りきれないような時間と思いの積み重ねがあった。そうしたものを守り、愛し、求め、時に命を懸けて挑んだ人たちを大勢見てきました。彼らはこの大地とこの星と共に生きているのです。それだけじゃない。シャーレアンや月の技術をもってしても救えない場所にだってかけがえのない仲間がいる。だから私は今度こそ胸を張ってこう答えましょう。彼らのために、彼らと共に私は戦い続けると。時に声を張り、時に武器を抜きながら。分かってくれってもう言わないわ。ただお父様にも見ていてほしい。子供だからできないとか、賢い者は争いを避けるべきだとか、そういう決めつけはなしで、私たちが走っていく姿ちゃんと見ててよね。邪魔をしないならばそれでいい。いい単価だったんじゃない？かっこよかったわよ、二人とも。あそこまで言い切ったんじゃ、無策だってなんだってそうそう音を上げられないな。上げないわよ。最後の最後までここで生きたい人がいる限り終末に立ち向かってやるわ。だとしたら一度しっかり休んでおかないとな。ここのところそれぞれ強行軍だったんだ。特にお前はゾディアークとの戦いも含めてぶっ続けだろう。今日はもうフラフラ出歩かずに分館で休めよ。それじゃあみんなで帰ろうか。また明日から戦うために。
よう、邪魔するぞ。アルフィノとアリゼが部屋に押しかけてきてな。やれ、飯を食えだの、支度をしろだの。面倒になったから逃げてきた。案の定、今日はこっちの方が静かそうだな。まったく、お前たちはよくやるもんだ。粒子戦争に飛び込んできた時もそうだったが、あれと負けず劣らずの厄介ごとにこうも首を突っ込んでいくとはな。俺は正直、古の蛮神だの終末の最悪なのに理解が及んじゃいない。ただアルフィノのお前たちの信念に槍を貸したんだ。必要とされている限りそれを振るうだけだ。これから始まる戦いがどれだけ絶望的なものであってもな。だからまあ、そうだな、俺は俺で納得してここに立ってるってわけだ。気にせず使い倒すつもりで使え。戦果だけは十分に上げてやるさ。さてと、そろそろ追っ手がかかる頃か。悪いが通らせてもらうぞ。もしアルフィノたちが来たら知らないで通せよ。じゃあな、相棒。ここから見えていたあの不気味な塔、消えてくれて本当に良かったわね。何でも例のイルサバード派遣団が帝都で元凶を排除したらしい。それで各地の塔もきれいさっぱりだそうだ。ありがたいわ。ラウバーン様たちが防備を固めてくれていたのもあって、大きな被害が出なかったのが不幸中の幸いよ。でも派遣団といえば、ガレマルドから帝国人のテンパードを大勢連れてきたとか、大丈夫なのかしら。ラウバーン様の説明によると、エオルゼア諸国で分担して彼らの治療に当たるらしいが、うちには当面迎え入れる予定はないらしい。そう、褒められたことじゃないでしょうけど、少し安心しちゃったわ。同じアラミゴ人の中でだって、帝国に組みしていた人たちとどう向き合ったらいいのか悩むことがあるもの。そうだな、アラガーナの長が中心になってその辺りを支援する活動が始まったとは聞くが。随分と大胆なご依頼だな。
さて、どうしたもんか。おい、大丈夫か？帝国の動向も落ち着きを見せ始めた。だってのに、どうにも空気が重たいのは、なんだ。Rentrilic trajectory. Rentrilic. It doesn't make any sense. I can't understand it. I'm scared. I'm losing my mind. Try to focus. It's too much. I can't. It's too much. Sakote! Get them out! Like, comment, and subscribe. Or I'll break your fucking legs.